エムスデッテンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す市である。ミュンスターラント北部、エムス川とエムスデッテナーミューレンバフハ川に面しており、ベェストファーレン地方に含まれる。エムスデッテンは、ライネ、ヘルステル、ザーベック、グレーベーン、ノルトバルネ、シュタインフルト、ノイエンキルヒエンと境を接している。最初の住人は、 紀元前1200年頃にエムステーチに定住した。この集落は1178年にズットンという名称で初めて文献に記録されている。1498年頃には周辺の7つの集落とともにエムス川沿いの住民数約650人の集落、デッテンが記録されている。エムスデッテンの住民は長い間農業、 主工業、バネ作りで生活していた。バネとは、脱穀した穀物を、ゴミやもみ殻と分離するための平らな柳製のザルで、ある。1645年にバネ作りのギルド法の存在が証明されている。食不製造の機械化、1830年から、綿の採用、1880年以後の銃との採用によって、エムスディテンはバネ作りの村から、 食府の町あるいはベストファーレンの住都の中心地へ発展していった。1856年のアーザブの機械宝石工場建設が最初の工場建設であった。1861年に最初の機械式食器が完成した。1880年のエムスデッテンの人口は1767人であった。この町では20世紀半ばにはすでに構造変革が始まった。 危機に瀕した食婦産業から新たな工業分野への刷新が起こった。バイマル共和制化においては完全にカトリック優位のエムスデッテンでは中央党が安定的に強力な政治力を有しており、1933年の国会減選挙においても69.8%の得票率であった。アドルフ・ヒトラーの権力掌握まで、 NSTP は重要な役割を演じておらず、その後の権力構築もゆっくりとしたものであった。1945年以後、政治的カトリック主義は戦前の勢いを回復した。1946年の最初の市議会選挙では21議席中19議席をセディが占めた。エムスデッテンは1938年9月18日に都市権を得た。当時、 の人口は約1万7千人であった。1972年、住民の強い抵抗に反して、都市中各部の改造が行われた。2006年11月20日にエムスデッテンのスクールシューティング事件が起こった。当時18歳の生徒がゲシュビスターショルシューレで発砲して5人を負傷させ、転加された発言団で32人が培炎中毒となった。 犯人は銃で自殺した。ノルトベストファーレン州の最初の自治体新設プログラムに基づき、ヘムベルゲンが1969年7月1日に合併した。1975年1月1日、面積3.50平方キロメートル、当時の人口114人が住む地域がザーベックから遺憾された。エムスデッテンは主にカトリックの町である。 市内には7つのカトリック教会と2つの福音主義教会がある。この他にモスクが1つある。カトリック組織は聖パンクラティウス教会と呼ばれている。エムスデッテンの市議会は46議席で構成されている。ケオルクメイニケスは2015年9月に4期目の再選を果たした。エムスデッテンはヨーロッパの2都市と公式に姉妹都市協定を結んでいる。 ヘンゲローとは公式な姉妹都市協定締結以前から定期的な交流を行い、青少年活動を中心に共同で活動を行っていた。やがて姉妹都市関係はスポーツや文化面で活発に行われるようになった。1996年にホインニツェとエムスデッテンとの間で姉妹都市協定が結ばれた。この町とは特に養護学校や射撃クラブが互いに 活発な交流を行っていた。特別な文化イベントは、しばしばホイニツェからの訪問客で盛り上がる。図柄緑地に銀色の斜め破体。上部にバネ作りの工具、下部に旗折りのシャトルが、いずれも銀色で描かれている。1937年に作成された死の紋章は、波体によって地名の一部にもなっている。 エムス川沿いの場所であることを示している。この町特有の手工業を象徴するものとして二つのシンボルが選ばれた。食不産業のための旗織りのシャトルと17世紀から18世紀に大きく花開いた手工業バネ作りの工具である。その製品はベストファーレンゼンドに普及した。ガレリーミュンスターラントエムスデッテンには数多くの文化活動サークルが存在する。 全国的に有名なのは、ミュンスターラントの現代美術を紹介することを目的としたガレリーミュンスターラントである。2003年に20周年を祝った、エムスデッテナー芸術協会、EV は、年に3回、ガレリーミュンスターラントで、クリストとジャンヌ・クロード、ベーター・ナゲル、フレッド・ティーラー、フリッツ・ケーテといった有名芸術家の展覧会を行っている。私立 EMS ハレでは、 折に触れ、有名グループやエンターテイナーのコンサートイベントが開催されている。エムスクルト EV は1987年に設立されたこの街の文化的イニシアティブである。この団体は毎年秋にエムスデッテンの演劇の日を開催しており、1999年からは春にエムスクルトゴーズジャズというタイトルの下でエムスデッテンのジャズの日を催している。 デッテンロックと EV は2005年から若いバンドを中止としたコンサートやフェスティバルを開催している。特に民族主義と差別に反対する野外コンサートを毎年主催している。音楽家が連携したロックイニシアティブエムスデッテン EV は定期的にコンサートを行い次世代のバンドを支援している。バネ作り博物館、バネ作り博物館では 数世紀にわたってこの町の経済活動を支えた古くほとんど忘れ去られた手工業の歴史を知ることができる。アウグストホレンダー博物館1993年に再オープンしたアウグストホレンダー博物館は工業化の始まりから1938年の都市への移行までのエムスデッテンの歴史を展示している。エムスデッテンには他の近隣市町村と同様に エムスデッテン在住の芸術家夫妻ダウベンシュペックの彫刻や作品が展示されている。例えば、伝説の泉やバネンシーバーなどである。2007年に亡くなったエムスデッテンの芸術家、バルター・ヤアアスパーは、ブリンクに記念碑的な朝霧の泉を制作した。エムスデッテンには、数多くの外国センター、約40のスポーツクラブ、18の射撃クラブ、 15の動物飼育、保護協会、音楽隊、音楽協会、合唱団、その他60以上のクラブや協会、団体がある。スポーツエムスデッテンでは多彩な種目を楽しむことができる。最大のスポーツクラブは TVM スデッテンである。このクラブの看板はハンドボール男子第一チームである。このチームは1985年から1年間の中断を挟んで、 ハンドボールブンデスリーが2部に所属している。2013、14年シーズン初めに、ブンデスリーが1部に昇格したが、同シーズン終了時点に、再び降格となった。TBM スデッテンのホームゲームは、エムスハレで行われる。さらにカヌークラブエムスデッテンやジョー馬クラブもある。チェスクラブエスケートルムは、2008年から2015、16年シーズン末まで、 ブンデスリーが一部で戦った。この他に、それぞれ三つのサッカークラブとテニスクラブがある。一祭り9月の最終週末に開催される、エムスデッテンの9月は、エムスデッテン最大の一祭りである。この祭りは、交通協会の主催で3日間にわたって開催される。第2アドベントの週末に、聖パンクラティウス協会の協会広場で開催される、シュテルンシュヌッペンマルクとは、 伝統的なクリスマスマーケットである。この街の経済の重点は、食産業及び金属、合成樹脂化工業である。エムスデッテンには、2017年12月31日、現在2971社の登録企業があり、2017年6月30日、現在15017人の社会保険支払い義務のある就労者がいる。 8287人の就労者がエムスデッテンから周辺の職場に通勤しており8260人がこの町に働きに来るこの町には34人の農林業従事者がいる農家は主に家畜の飼育に従事している大部分が大麦やトウモロコシを栽培しているシュミッツベルケ本社ゲシュビスターショルシューレエムスデッテンには カトリックの基礎家庭学校が7校ある、ブッカホフシューレ、エマヌエル・フォン・ケッテラーシュー,レシューレホリンゲン、ヨハネスシューレ、ヨーゼフシューレ、カーディナル・イコール・フォン・ガーレンシューレ、ビルヘルムシューレ。注目すべきは、宗派共同の基礎家庭学校、パウル・ゲルハルトシューレである。この学校は、障害を持つ児童と障害を持たない児童との統合教育プログラムを長年にわたって実践している。 2013年、14年の学年から、ブックホフシューレ突破ウルゲルハルトシューレは、学校連合として運営されており、シュール通りのブックホフシューレのキャンパスは閉鎖された。学習、言語、情動的、社会的発展に重点を置く、用語学校のアネッテ・フォンドロステ・ヒュルスホフシューレは2015年、16年に、閉校となり、校舎は言語を用語の重点項目とする用語学校。 ピーター・パン・シューレ・ライネの文校として、シュタインフルト・軍が利用している。エムスッィ県にはギムナジウムが1校、実家学校が2校、本家庭学校が1校ある。ゲシュビスター・ショル・シューレは、ノルト・ベスト・ファーレーン州に27校ある全日制、実家学校の一つである。ケーテ・コルビッツ実家学校には、インテグレーション家庭がある。マリエン本家庭学校は2006年2月1日から、 稼働している。ギムナジウム・マルティヌムは2010年、11年の学年に全日制学校に拡充された。シュタインフルト軍の経済学校の分校が上級学校の機能を保管している。アウトバーン連邦アウトバーン A1 号線までの距離は約1 0トルで A43 号線経由に結ばれている。スッテから西約4 0に A31 号線。 北2 5トルに a 3 5号線が通っている。自転車エムスデッテンはエムス自転車道に接続している。駅前には駐輪場があり、電動自転車のために多くの充電ステーションが整備されている。エムスデッテン駅駅、エムスデッテン駅は街の中心に位置しており、ミュンスターライネー線に接続している。この駅には以下の列車が発着する。 バス多くの地方バス路線が近隣の町へ運行している。また、町のコミュニティバスがザーベックとエムスデッテン等を結んでいる。水路ドルトムントエムス運河までは 14km の距離がある。連邦道エムスデッテンは連邦道 B481 号線と B475 号線によって広域自動車網と接続している。航空もよりの国際空港は 1 2キロメートルの距離に、あるミューンスター、オスナブルック空港である。エムスネッテン近郊には、ボルクホルストフィーヒテンに小さなグライダー飛行場と、ライネエッシェンドルフに小型機用飛行場がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。